はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はアイデンティティ5ハンターの方のね、内在人格紹介やっていきたいと思います。まあ、今回なんですが、こちらハスター、まあ、よくタコって言われるハンターですね。はい、あの足がタコというかもう、まあ、タコですね。はい、もうタコなんですね。はい、タコです。タコちゃんなんですけども、サーバーに再接続中、少々お待ちください。おかしいですね。Wi-Fi がおかしいのかな。外在特質恐怖の形とありまして、サバイバーが、いろんな行動をするにして、恐怖を感じて、深淵の食が生成されます。まあ、触手ですね。まあ、このタコちゃんの触手が地面から生えてきます。まあ、その触手の名前、深淵触手っていうらしいんですけども、付近にいるハンター、違う、サバイバーを、存在感を上げると、勝手に攻撃してくれたり、自分から攻撃しろって命令したりできます。ちょっとサーバーの再生作って、Wi-Fi 大丈夫？大丈夫ですね。OK です。すいません。たまに Wi-Fi があれなんでね。最近なかったんですけど、まあ、まあ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 いいでしょう。悪夢教師。ハスターはね、試食種を扱って、一番近いサバイバーを襲撃できるように命令できる。これですね。これが、あいつを襲えっていう命令するやつです。なので、まあ、人格の方はこんな感じですね。傲慢。これは、こいつを襲いなさいって命令するために、存在感必要なので、入れております。そして、やっぱり、引き止める。ここは、やっぱ安定なんですよね。脱出ゲートが開ける、開ける状態になると、一撃必殺と。ほんま、上の方にやってもよかったんですけども、まあ、今回はこんな感じです。最悪の一撃が 10% ですね。まあ、こんな感じのタコちゃんですが、やっていきましょう。ちなみに、タコちゃん僕苦手です。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブ、ランデブー、ミヒトチャンネル。さあ、それではやってまいりましょう。ステージは精神病院と。はい、敵サバイバーは、脳幹士、祭司2人、弁護士となります。まあ、解読とスペシャリストっていうと弁護士なんで、弁護士追っかけたいなとも思いつつ、祭司追っかけたいなとも思いつつといった感じですが、耳鳴りが近くで反応しているので近くにサバイバーがいるであろう。ここにはいないと。だったら、まあ、強ポジとも言われる親の中かなと。脳幹士が棺を召喚したようですな。いたけど、あれ誰だ？祭司の可能性が高いっちゃ高いんですが。祭司さんですね。祭司さんはもう、絶対捕まえます。救助来られるとめんどくさいので。あ、ただ、あれですね、ミスった。窓枠封鎖持ってないんで、追いかけっこ続けられるときついんですが、痛かった。待ってるか。OK！ まずとにかくワンヒット。今のがタコちゃんのやつですね。タコちゃんの触手でってやつですが、勝手に戦ってくれるようにするためにはもうちょっと上げないといけないんだよな。自分の好きな場所に今触手が、できるようになったんですが、どこ行った？あーん、祭司さんの目、間違えた。祭司さんの脳裏めちゃくちゃですよ、ほんとこれ。ほんとにハンター側からするとこの能力めんどくさいですよ。さて、まだ近くにいるとは思うのですが、中にいるよね、これね。どこでしょう。一応ワープゲート2つ封じたんで、もう1個、3つ目使えるようになるのはまだ先なはず。失敗したか。残念ながら私はこっちから来るんです。 OK！ ああ、回復結構進んでそうで嫌ですね。 OK！ とにかく祭司を釣りましょう。 OK！ よしよし。 OK！ で、まあ、触手生やす能力で生やしておきますと。1個つきましたか。早かったな。弁護士か。いやー、でもと、あー、動きたくない、動きたくないですね。ちょっと、誰か一人来たぞ。耳鳴りが反応したので、誰かが近くにいる。これは、誰だと嫌だ？みんな嫌ですね。弁護士が一番ラッキーかな。弁護士が解読やめてこっちに来てくれてたらラッキーなんですが、キャンプしてるぜ、こっちは。ちなみにこの最初は半分切った。助けに来てない。助けに来てるよね。こんにちは、二人で助けに来てるー。
二人で助けに来てる。ちょっと待ちたまえよ。あれ、オッケー。三人か。一応この三人にはダメージずつ与えてて。ちょっと待ってね。これ誰だ？ちょっとわかんないけど、出しておいて。なるほど、ここで待ってます。失敗した。あー、タコちゃん難しいんでっちゅうね。ほんとに。ちくしょう。このタコ難しいよ。残念ながらこっちから行けるんだよ。オッケー。この祭司さんは違うんですけど、もう一人の祭司、半分切った祭司さんは多分脳幹事とあれしてるっぽいね。傷の舐め合いっていうのと違うけど、傷癒し合ってると思うので、まあ、近くにいると思うんですけど、耳鳴り反応してるしね。でプラス祭司だから絶対ワープゲート作ってくるでしょ。ワープゲートないね。触手と一緒にワープゲートがありそうな声。こんにちは。殴っちゃった。ちょっと早かったけど、これはどっち。いやでも脳幹視、確か棺召喚して、こんにちは。逃げた。ちくしょうちくしょうむずい。脳幹視、君は無視だ。なぜかって、君はまったく。脳幹視な、棺召喚したから何や。なんかすごい触手入ってるけど、なんだろうね。ここにももしかして。どうなってる。とにかくこの周りにね、2人ほどいる。どこに私は触手を生やしたし。こっちにいる。ちょっと待って、どこにいる。なんかおるやん。こんにちは、脳幹視さんがさよならバイバイ。もう一人いたよな、もう一人いたよな。オッケー。ちょっと待って、やれ。あダメだ。オッケー、ナイスヒット、ナイスヒット。あと一発、あと一発殴ればワープゲート作った。あと一発殴れれば、オッケー。この最初は飛ばせるね。で、この穴は消しとこうか。オッケー。じゃあ、この人に一発加えて、オッケー。みんなボロボロです。暗号機あと3つですが、みんなボロボロです。多分これ勝つっしょ。まあ、最悪引き分けにまでは持っていけると見た。この最終さんを飛ばしましょう。で、脳幹視ついたくねえなー。あれでも弁護士についてるから、もしかして弁護士に行くのかこれ。弁護士が釣られたら、棺がーって感じ。まあいいや、とにかく脳幹視。あと一人の最終どこ行った。回復したから弁護士と一緒にいる可能性が高いというか、絶対いるよね。脳幹視さんを、ちょっと待って、脳幹視さんを座らせた。ちょっと待って、どこ。あれ、あ、どうもこんにちは。いたのか、全然気づかへんかったの。まあこれは祭祀ですね。当たらないね。リーチが短いと言われるこのタコちゃんなんですけども、まあ結構ため切りで、ため攻撃でやってる人が多いですが、あそこで結構ブブーって言ってるけど、体力ミスったね、今。多分弁護士と脳幹視、2人ともそこにいるよね。あれ、いる。ちょっと待って。もうこの祭司も完璧に飛ばそう。祭司結構めんどくさいんで。回復し合ってるね、これ。で、脳幹視が助けに来た。残念だったな。まだだ。まだだ。ちょっと待って。違う。やりたいことと違う。絶対この最初は飛ばす。この最初飛ばさねえわ。この最初飛ばさんとあかんねんな。よいしょよいしょ、触手攻撃いってらっしゃい。これがあるからな、ハンターでタコ使われて僕がサバイバーやってる時きついんですよね。オフェンスとかたまに使うんですけど、本当きついんです。で、脳幹視さん多分こっちに行ったろ。いるね、いるけど、これ弁護士ですな。弁護士さん、あなたっつったら確か復活するよね。危ない危ない。脳幹視近くにいなかった今。何してほしいんだよ。脳幹視さん、君はあれだよ、弁護士に棺召喚させたから。そうだな、弁護士っつったら復活する。ミスったか。まあとにかく一撃加えれば、まあ、脳幹視、まあいいや、分
分かんないですよね。おい、オッケー、ふっ、これで脳幹使用さよならバイバイできるっけ。半分いってたっけ。いや多分半分いってないと思うんですが、弁護士が起き上がった。起死回生を使ったみたいですね。座らせて弁護士さん助けに来るかね。多分自分一人だけ逃げるハッチ出しと狙うと思うんですけど、来たんだね、まあ、残念ながら間に合わないと思うっていうか、まあ、逃げるか、まあ、逃げたら逃げたらですね。あっと、弁護士さんはもしかしたら自分だけ逃げれた可能性もあったんですが、まあ完全勝利ということで、はい、ということで、ね、今回タコちゃんでしたけども、正直僕はちょっとテクニシャンなキャラクターすぎて難しいですね。ただまあ使いこなせる人はとことん使いこなして、ね、暴れ回ってるんで、はい、皆さんもぜひね使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。